さっきのね、おっちゃんが船直してくれってことだったんで、一回直してあげましょうか。Thanks for the help, traveler. クエストが完了しました。船が使えるようになったのかな。隣の島とかに行けるようになるのかな。どうなんだろうね。トラベルトゥーザオールドキングダム。なるほど、僕が遠くから見ていたのはオールドキングダム、古い王国があるのかしら。なるほど。そしたらだね、よいしょ、これいける？おらっつっておらっつって、おらっつって、厳しいかな。いける。宝箱とかこういうとこにはちゃんと用意してくれてるのがいいね。シェイプされた木材が手に入りました。オールドキングダム行けるんだって。たださ、どん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 エリアを広げちゃうとさ、申し訳ないから。皆さん覚えてますか、これ釣り竿。これさ、なんかフィッシャーマンがいましたよね。ちょっと彼に会ってさ、ゆっくりゆっくり冒険進めたいから、ちょっと彼の方に行って釣りのことを教えてもらいましょう。教えてくれるかわかんないけどね。もうなんか近場行くとさ、魚釣り始まりそうなんだけど、もったいないから、せっかくだから漁師の話を聞いてスタートしたいかなと思います。なのでちょっとね、戻り気味で、この辺がオールドキングダムなんだね。クエストもたくさん散ってるんで、一回戻ってね、この辺の農場もちょっとまた戻ってみたいので、一回最初の村の方へ行きたいと思います。あ、クエスト出すようになったね。こんにちは。フィッシーフィッシー。いう3分で何匹釣れるか、いきなりやってやろうじゃんの。ここ釣れるんです。ゴーフィッシング教えてくれないんだろう。おお、すげえすげえ、動く動く。あ、魚いるよ、ほらほらほら。音楽が面白い。これ矢印の方向に引けばいいのかな。やった、ディップフィッシュ6センチ。あ、おもろいおもろい。釣りが単調じゃない。あ、魚出てきた。これでかいんじゃない。来た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 。やばいやばいやばい、頑張れ頑張れ、釣り上げろ。おお、これ大物だぞ。危ない、逃げちゃう。あ、難しい難しい。これでかいんじゃない。18センチ、プリンセスフィッシュ。あ、おもろいぞ。18センチで星1。なるほど、すって。ちょっとあと2分間釣りしてみたいと思います。これ面白いね。魚影が出てきたらちょっとこうやって誘ってあげるのかな。これでかいんじゃない。これもでかいと思うよ。頑張って釣り上げましょうか。ヤングフィッシュ、かっこいい。プリンセスフィッシュ、プリンセスフィッシュ。ロンチしたばっかなのにさ、一個一個の遊びがもうほんとしっかりしてるよね。ほんと丁寧に作ってる。
この会社ってもしかしたら有名なデベロッパーのあれなのかな、開発者を。ちょっとね、ちゃんと調べてないんですよ、その辺。作ってる人がどうなのかっていうのを調べてないんですけど、このゲームを作ったスタジオ自体はこのゲームが初めての作品になっているんですけど、初めてでこんな素敵な作品作れますかね。本当にね、なんかここに手が届いたらなとか、これしたいなみたいなのが、まあ今んとこね、今んとこすごく満足にねできてるんで、あと9秒、これは無理かな。 1,2,3,4,5,6,7 いいんじゃない。7匹オールドキングダムコイン、グレートキャッチ、クエストコンプリート、やったぜ。この人に話しかけると、なるほどね、このゲームができると。了解しました。これはいろんな釣り場でさ、釣りを試したくなるね。ちなみに釣った魚っていうのはインベントリの中に入ってる。あ、ヤングフィッシュのバリューめちゃめちゃ高い、すごいな。なんかあるぞ、カーペンターズギルド、ノービス、あ、バッチだ、バックに貼る、これピッてアピールしとこう。なるほどね、これがさっきもらったやつなんだね。コレクトアイテム、なんかもしかしたらオールドキングダムに行った時に使えたりするのかな。オールドキングダムって言ってるぐらいだから、なんか人がいるとは思えないんだけどね。パンダみたいだねこいつ。とりあえず17種類いるみたいだね。どうなんだろう、このゲーム全体で17種類なのか、このエリアで17種類なのか、ちょっと定かではないんですけど、エリアもね、僕8つのエリアに分かれてると思ってたんですけど、分かれてそうだよね、これ1,2,3 ってこう。なのでこれが全体のマップなのかな。うん、さすがに今のこのマップが8枚あったらね、莫大すぎるもんね、広すぎるよね。うん、うん、釣りも楽しかった。ちょっとまたうろうろしてみようかな、この辺もちょっと冒険してみたいと思います。何があるかな、なるべくねカットなしでのんびり歩こうかなとは思うんですけど、明らかに喋ってなかったりしたらカットするかもしれないんですけど、なるべくねマップのこの冒険感を皆さんと共有したいので。宝箱だ、なんか街が、あ、いいね、シャンプー手に入れた。うわ、港町みたいなのある、なんでもあるね。あの輝きは妖精の匂いがします。ベイエリアだこれ、もっちゃもっちゃベイ、これいるんじゃない、いたいた、ピッチャー、やった、妖精が増えていく。まあ、また素敵なとこね、これは冒険しがいがある。